あの板から剥がして裏に当たっている紙を全部めくり取って裏からあの紙を形に合わせて貼って、この補修のこの色合いというのはこのオリジナルの綺麗な場所の色を拾って下に入れるようにしております。まあ、完全には元通りにはならないと思いますけど、後世にやっぱり残してで、皆さんも研究材料あるいは鑑賞していただくのが私の望みでもあるとして、本当に素晴らしいものができる、ありがとうございましたとお礼を申し上げてたいと思います。長年懸案にしておりました常住寺の壁貼り付けの障壁画もですね、修理も終えまして、今後他の作品とともに県立の博物館の方で保管していくということになりました。早速この秋の特別展にはこちらの作品の展示も予定しておりますし、綺麗になった状態で皆さんに見ていただく日が大変待ち遠しいと思っております。